はいどうもこんにちは、あたりです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドプレ実況続きだ。今回はかかりこ村まで行けそうな気がするよ。ちょっと待って、これやばいかもしれないすげえ無計画で飛び降りたけど大丈夫かな。あ、なんだ、祠すぐそこにある。嘘でしょ。ないよ、ないないです。よいしょ。おりゃーっていっていっていっ、よっしゃーていってや。あ、ハンマー違った、オンじゃねえや、ハンマーだ。よいしょ、ハンマーいくぜ。へい、オッケー。え、そんな近くにある祠ないでしょ。あ、上かい。上は無理かな。行ってみる。え、ちなみに前回祠センサーみたいなのを手に入れたんだけど、まあいいや、今回はねとりあえずかかりこ村に行きたい。かかりこ村に行って何をするのかと問われれば僕もそれはよくわからないけども、インパがいるらしいんだよね。あー待って待って、あーこれちょっとご褒美ルートに入ってしまったんじゃないかなこれ。あ、ちょっと、そうじゃないかな。あ、来た。よし、オッケー。ご褒美ルートありがとう。はいはい。あ、え、そんな近い？この上かい？お、なんだ？え、あ、キノコ。キノコ。ゴーゴーだけ。天井や切り立った壁に無理やり入るキノコ。どこにでも入る生命力がすごい。料理に使うと移動力が向上する効果がある。歩くスピードが速くなるんですかね。それはありがたいな。よいしょ。よいしょ。ガン。ありがとう。料理に使えそうだな。え、なんだろう、この上かな。やっぱこの上なんだろうな。さすがに登れないな。いくら勇者の。やったじゃないか。あったじゃないか。リ・ダヒの祠。今日はこの祠を攻略しましょうか。よいしょ。シルベル。ブーン。ガチャ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 。ブーン。行きます。ブーン。ブイーン。到着。祠を訪れし者よ、我はリ・ダヒ、女神ハイリアルダに置き試練を与えよう。見切りの極意、リ・ダヒの祠。見切りの極意は、何でしょう。ん、なんだ、お。は、え、は、ん、なるほど。なるほど。分かった。分かったよ。あっちに連れてってくれるのかい？ああ、動いた。ああ、はあ。大体分かったぞ。分かった。でしょ？はい！あ、じゃあ、待って。もう一回行こうか。よっ！天才か？なんだよ。これだから天才はな、困るんだよな。さあ来い、足場。あ、そっちかい。そっちかい。ここかい。あ、これが動いてたのね。なるほどね。まあまあ、分かってたけどね。よし。行くぜ。ひょー。次はあれがあそこに行くのかい。あ、なるほど、分かった。今だって、あ、惜しいな。あ、降ってきた。スイッ、はっはっは。完璧なんだよな。怖いもの知らず、失敗知らず。まあ、なんて言うんだろうな、
まあ知らない、うん、よしよし、あれあそこに樽あるな、樽があって、でここに、はあはあ、ん、ここにあるってことは、ちょっと待ってよ、あ、わかった、ちょっと待って、よし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 、 OK OK、 あー、OK、来た、 OK、 で、上押して、上押して、よいしょ、リモコン爆弾を、よし、置く、よし、あ、全然ダメ、全然ダメ、あ、ほんとダメでした、あれこうだと思ったんだけどな、一体意外に、意外に範囲広かったね、あ、あの玉、あの玉持っていけるんじゃない、でよし入った、でこれをよし持つ、持つ、ここに、ここに置く、あれダメ、これじゃダメか、重さが足りないとこかな、あ、あっちからも、あっちからも持ってくる パターンあるな、あっちからも持ってくるパターン、いけるんじゃない、いけるじゃん、ほら、あ、ちょっと待って落ちた、ちょっと待って、よっ、ここに、ほ、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、オッケーオッケーオッケー、おいで、よし、あ、待って、オーバーバーブーバーブーバーオーバーブーバーブーバーブーバー、よし、これで、あ、ちょっと危な、ここに、よいしょ、 OK、 ありがてー、クライムバンダナ、見た目はただのバンダナだが、実は古代の技術が用いられており、着用した者の体幹バランスを調整して壁を登る力を向上してくれる、ありがてえ、そんななのか、ほいほい、捕まれ捕まれ、 OK、 行ったぜ、でも傘かぶってんな、はん、試練を克服され、よくぞここまで、あなた様こそ孫うことなき勇者、今こそ女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう、はんってます、たったったた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 たん、これで我が役目は終わる、女神ハイリアの加護があらんこと、さらばだ、よし、じゃあ続けてどんどんかかりこ村を目指していきましょう、あっち、あ、あっち、あれちょっと待って、マップ確認させて、合ってんのか、ここ行ってこうか、北か、逆だ、こっちだ、よいしょ、あ、待て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 、いいもん見っけ、でい、ありがたい、ありがたい、ありがたい、OK、でーい、なんかある、よっ、はい、よっ、あぶなっまあそういうこともあるよね、あるある、四角で行かなきゃだな、四角で、よいしょ、はい、オッケーオッケー、行きます、ドン、オッケー、宝箱、旅人の意味、ありがたい、
旅人が使う護身用の小ぶりな矢があれば離れた敵を攻撃することができる。しかしこれ以上ポーチには入らないようだ。なんか捨てよう。よし、待って、あ、じゃあ、弓をトゥン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 と、ボコ弓を、あ、違う、あれ、ボコ弓、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、それは捨てちゃダメだな。それいかん、鉄のハンマーはいかん、それいかん。あれ、ちょ、待って、これをどうする。ポーチを開いて捨てればいいのか。はいはい、捨てこい。オッケー、ありがたい。まあ言うてそんなに強いあれじゃないけどね。まあいいや、このまま行きましょう。かかりこ村までたどり着けなさそうだな今回もな。嘘、もうちょっと今クリアしたばっかりなのにな。早っ、まあ、今回は多分上でしょ、うん、お、あーゴブリンたちいるな。ちょっとどうする、どうする。崖の上から行った方がいいな。仕掛け登ろう。よっ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 、オッケー。これで持ち替えて、おお、パーリーしてる。そうやってられるのも今のうちだぜ。もうちょっとだな。よっ、待ちだ。今だ。はっはっはっは。どうだ。あ、まだ生きてる。まだ生きてらっしゃる。剣で倒そう。いって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 。やったぜ。はっは。どうだ、見たことか。そして。えらい体力が減っているな。ちょっと待って、なんか捨てようか。松明はいいや。旅人のやりはいらないな。よいしょ、オッケー。兵士の剣、なんかなんかご飯作ってない、作ってないか。今日はご飯なしか。よし、じゃあなんか食べよう。よいしょよいしょよいしょ、こっちか。料理、はい、食べる。よし、行くぜ。うん、よし、宝箱開けよう。なんじゃらほい、なんじゃらほい。だったん、ブーメラン。ほう、もともとは森の民コログの武器。独特な形状は投げても手元に戻ってくるけっていうよ。はーん、ちょっと待って、なんか捨てよう。ボコバット吸ってよ。ボコバットボコバットボコバット、ていー。あ、ちょっとブーメラン、ブーメラン欲しい。ブーメラン。意外に攻撃力も高いね。8だって。さて、あれなんだろうな。あ、宝箱か？すげえ鳴ってるんだけどな。あ、ちょっと待って。ここ、ほこらじゃん。あら、今日2つ目？やだ。はゆだまのほこら。あ、ちょっと。おうおう、入れねえじゃん。入れねえよ。あそこから行く？飛んでから行くのかい？よっ。よっ。よっ。ほい。ハンマーで。こす。えっ。あげたい。あげたい。よし。こっから飛ぶのかい？うまく着地できるといいな。その前にじゃあ回復だけしとくか。回復だけしとこう。あ、じゃあね、回復だけしときます。食べる。シャキーン。
閉まってジャンプ、はい、パラセール、ナイス着地、オッケー、調べよう。ブーン、サク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 、ブーン、さあ降りよう。弱です、うん、さてここは祠を訪れしもべよ、我はハユダマ、女神ハイリアの名によき試練を与えよう。導きは水より現れる、ハユダマの祠、あれかな、アイスメーカーかな、うん、アイスメーカーに切り替えとこうか。よいしょ、はい、シャッシャッ、えっ、ヤッホー、はい、はあ、これ作れる、これ作れるね、どこから作れる、あぶんな、オッケー、お、な、え、あっちにいろいろある、はあ、玉が、あ、転がってるね、玉が転がってるから、え、なに、あそこに落とす、なるほどなるほど、わかった、ん、なんだ、ここなんもない、ここなんもないね、上なんもないね、よし、確認、 OKOKOK、 上なんかあるんじゃない、まあ、いや、行こう、こっから飛ばせる？飛ばせるね。意外に臨機応変。これでどう？ダメか。ここぐらいだな。チーン。あれ？あ、これ難しいな。待って。あ、ちょっと僕が前に行っちゃダメ。上に照準を合わせようとしてたら僕が前に進んでいた。そういうこともあるよね。はあはあ。ここじゃダメかい。あ？2個作れる？ここぐらい。あ、2個作れるのか。1個だけだと思ったらそんなこと。うっそ。さらにもう1個必要ってこと？作れるかな。何個まで作れるんだろうな、これ。よいしょ。これでどう？はい。天才。だぜ、タカタタカタタン、これで、あ、もうゴールかい。だけどどっかに隠し宝箱があるんじゃないの、いつものように。こんな毎回隠し宝箱あったらさ、僕だってさ、かぐっちゃうじゃん。上登りたいな。どっかにあるんだろうな。ちょっと探そうか。まずちょっと探してみようか。宝箱はどっかにないかな。下？下かい？下はないでしょうよ。よし。この上。ないな。まあ、一番怪しいのはあそこなんだよな。上。この上だろうよ。一番怪しいのよ。あ、あそこかい。あそこかい。でもどうやって行くんだい。ちょっと待ってよ。ここだろう。なるほど。大体わかった。
まずここに着く。あ、もうちょっと下かな。ここに着く。でもう一個を、よいしょ、もう一個をここに着く。よいしょ、よっ、よし、よっ、はい、はい、よし、OK。はい、紫色ピー。はいはい、ありがとうございます。お金大好き、うん、お金大好きあたりです。じゃあ、克服の証もらいましょうかね。ポン、なんか違う服着てるな今回は。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそまごうことなき勇者。今こそ、はい、女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう。出ます。ドラッタタタターン。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんことを。ワン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 、さらばだ。あ、人がいるんだけど。あれじゃない、ハッシモさんじゃない、ハッシモさん。すいません、あ、違う。あ、ナゴムは女の子じゃん。サゲさん、こんばんは。なんだか見慣れた格好だけど、あなたも旅人？ハイラルの至るところに大厄災の名残はあるけど、この世界が終わりかけたとは思えないよね。だよね。でもまだまだ魔物は残ってるし、ハイラル城のあたりは物騒だし、あなたも旅を続けるなら薬ぐらいは持っとかないと危ないよ。薬？薬は昆虫や魔物の素材から作れるんだよ。体力とか回復しないけど、足が速くなったり暑さや寒さをしのげたり、特殊な効果があるものが多いかな。それにしても薬も知らないでよく旅なんかしてるね。あなたなんだか頼りないし、私の薬一つ分けてあげるよ。ゴーゴー薬。おう、早く動けるゴーゴー効果レベル1。ほう、走って登って泳いで全ての動きが速くなる。ゴーゴー薬を使えば早く走るようになるから。私は敵から逃げるときや急いでるときなんかによく使うかな。レシピもゴーゴーとかけと魔物の素材だけでできるから。いつも10個はストックしてるよ。おう、歯を出して笑うとすごく可愛いですね。見てくれよ、見てくれよ、この肉体どうだい、どうだい、僕の肉体どうだい。君、消えた、出た。君の肉体もなかなかだね。さあ行きましょう。あ、ちょっとリンゴが落ちてるぞ。ちょっとリンゴ、リンゴがあるな。誰も見てないかな、誰も見てなし。リンゴなんてなかった。馬の管理、あー出た出た。こちらのご利用初めてですね。馬のシステムは熟されてますか、教えて。それでは僭越ながら説明させていただきます。ここではあなたの所有する馬を預かったり連れ出したりすることができます。また旅の道中、野生馬を見たかと思いますが、その野生馬を捕まえてここにお連れください。野生馬をここに連れてきて登録すれば自分の馬、つまり所有馬にすることができます。お一人が所有できる馬の数は最大5頭まで。もちろん気に入った馬を入れ替えれます。野生馬を捕める方法をお気になりですか。馬を捕まえたい。それでも僭越ながら説明させていただきます。野生馬を捕まえるには背後からゆっくり気づかれないように近づいて飛び乗るだけです。中には暴れ馬などがいますので、暴れたらすかさずなだめてください。そのうちおとなしくなるので、そうなったらここまで連れてきてください。ただし野生馬というだけあって、すぐに人にはなれませんので、勝手に方向を変えたりスピードを落としたりと結構気を使いますよ。違う方向に進みましたら、こちらだよと優しく指示してからなだめてあげてください。そうやって馬と交流していくことで自然と懐いて言うことを聞くようになりますからね。私が教えられるので、それで改めて、はい、じゃあ今回はこのぐらいしておきましょうかね。次回は馬を捕まえてかかりこ村まで突っ走っていきましょうかね。それではまた次回、バイバイ。ゆいゆいゆい。